はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストの竹下敦史です。2月14日土曜日、大人クラブの時間でございます。はい、今ね、椿音楽教室という、お教室で、講師をやらさせていただいてるんですが、明日ベースのレッスンを入れようかなと思ったんですが、明日雪なんですよね。はい、ということで誠に遺憾ながらキャンセルとさせていただきました。はい、私が使っているのはフェンダーのプレッションベースというベースなんで、ハードケースに入ってるんですが、やはりね、雪の中を歩くというのは滑る可能性も高いですしね、そもそも生徒さんの安全を考えると、やはりこれはキャンセルにするべきかなと思ってキャンセルにいたしました。はい、ギターはね、これ愛用のオベーションなんですが、今ね、二次面接、最終面接まで行っている音楽教室があるんですが、そこの二次面接に行った時にすごい大雨がふと降ってまして、ハードケースもオベーションね、ハードケースに入れててよかったなと思ったんですね。で、オベーションのケースってケースだけで7万円近くするんですね。それだけの価値があるんです。楽器をね、ちゃんと守ってくださるね。ということで、ほとんどの私の楽器はハードケースに入れてるんですが、ハードケース何がいいっていうと、その場に座れるんですよね。はい、ということで、2月も後半になってまいりました。徐々にね、暖かい日も増えてきてますが、明日は雪ということで、皆さんね、お出かけの際は十分お気をつけくださいませ。それではスタジオリバーサイドから竹下敦史をお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。